おはようほら、起きて起きて今何時だと思ってるのちゃんと支度をしなさいもう、あたしがいないと何もできないんだから。こら、起きなさい早く起きてよあたしまで遅刻しちゃうじゃないどうしてそういつもすぐに起きれないのよ朝ですよ起きてくださーい 早く起きないと怒るわよもう起きてってばあんたが起こしてって頼んだんでしょ無視するなもうちょっとう,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 うこのグズノロマンバーカ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 ,バーカあんたなんかもう明日から起こしてやんないだからあたしがどれだけ必死に起こしてるとうう まあ素直に謝るなら許してあげてもいいけどもう、まあ、明日はちゃんとすぐ起きてよね朝ごはんもできたし早く準備してよねまったくあんた相手にこんな世話焼いてくれる女の子私以外いないわよはに お兄ちゃんなんかコチョコチョしちゃえねえ起きて起きて起きてよもう、まあ、お兄ちゃんニにが起こしに来てるのに相手してくんないのねえなんでなんでニにのこと嫌いになっちゃったのお兄ちゃんの寝てる顔赤ちゃんみたいで可愛いいふぅ なんかこっちまで眠くなってきちゃったうー、ん、ちょっとだけ寝ちゃおうかなお兄ちゃん一緒に寝ていいよねお兄ちゃんあったかいこうして一緒に寝てるとね耳にねほわわーんってなるの <laughs> お兄ちゃん あ、起こしちゃったごめんね。私いつも朝が早いから。君はもう少し寝ててもいいわよ。ねえ、起きて。起きてってば。もうこんな時間よ。<laughs> こんな時間まで寝てるなんて夜更かしが過ぎたんじゃないちょっと、また寝ちゃうのそろそろ起きないと危ない時間よ。 あら、寝ぼけてるのこら甘えてないで早く起きて。遅刻しちゃうわよ。おはよう。そうやっていつも素直に起きてくれたら嬉しいんだけど。ま、でも私なしで起きられるようになったら、それはそれで少し寂しいかな。はい。早く着替えて、ちゃんと準備して。寝癖なんてついてたら、せっかくの男前が台無しになっちゃう。 さあ今日も一日頑張ってね疲れてヘトヘトになっちゃっても私がまた明日の朝ちゃんと起こしてあげるからね